クルゼーロ航空は、ブラジルの航空会社。1993年に、バリグブラジル航空に吸収合併されて消滅した。ナムック YS-11 型期1926年に、ブラジル南部の大都市であるポルトアレグレをベースに、ブラジル南部に多かった、ドイツ系移民からの資金を得て設立された、新宿カトコンドル航空がその前身である。設立後より、 ブラジル南部を中心とした国内線をドイツ製のユンカースジュマイナス52などにより運行したほかアルゼンチンやボリビアなどの近隣諸国への国際線も運行したその後1939年9月に勃発した第二次世界大戦中にはブラジルがアメリカの圧力を受けて1942年に連合国側について参戦したために ブラジル政府の指示によりドイツ系の経営陣を一掃しセルビスソス・アイレオス・コンドル航空と改名しさらに1943年にクルゼーロ航空と改名したなお社名のクルゼーロデュースルはポルトガル語で南十字星のことであるエアバス A300 型機第二次世界大戦後はダグラス DC-3 や DC-4 コンベア440を導入し急増する航空需要に対応した。1960年代に入ると、シュドカラベルや日本航空機製造 IS-11 を導入し、サンパウロ・リオデジャネイロ間のシャトルビンなどの国内の主要路線に投入した。1970年代に入るとボーイング737やボーイング727などの 中型ジェット旅客機を導入し、主要路線の完全ジェット化を進め、さらにアルゼンチンやボリビア、ウルグアイなどの近隣諸国への国際線も拡張し、バリグブラジル航空とバスプ航空に次ぐ、国内第3位の航空会社になった。その後1975年には、ブラジル最大の航空会社である、バリグブラジル航空の事実上の参加に入った。 1979年には、初のワイドボディ機であるエアバス A300 を独自に導入するなど、その後もブランド名は残しつつ、バリグブラジル航空を補佐する形で国内外の路線を運航していた。しかし、1993年1月に、バリグブラジル航空に完全に吸収合併され、消滅した。主度 SE210 からベル型、キボーイング737から200。 ありがとうございます。